ツイフェミとは、ツイッター上で、フェミニズム的な言動を展開する人々、またはその現象を指す俗語、インターネットスラングである。ツイッターフェミニズム及びツイッターフェミニストの略語。2014年11月、サーフィンを楽しんで疲れ果てた夫が、後部座席で眠り、妻が運転している場面で終わる、スバルのコマーシャルに対して、男尊女卑、差別的、妻が、 奴隷のようだといった批判が殺到した。サーファーの夫を持つ女性ライターが安全や効率を考えれば妥当な判断で現実のサーファーの妻たちは男尊女卑の認識は全くないと反論する一方、本人が好きでやってるかどうかの問題じゃないなどと批判が紛失した。2015年、岐阜県の美の鴨市観光協会がテレビアニメノーリンとコラボしたスタンプラリー。 ミノカもまるっと、スタンプラリー2015の宣伝ポスターに、キャラクターの少女の胸元が強調されたデザインとなっており、女性差別であるとの批判が寄せられた。2015年11月4日に公式ツイッターに、ポスターが投稿され、同年同月下旬頃に、女性の目から見て、不愉快、会社に貼ったら、セクハラと批判があり、同月29日、 唯一掲示していた JR 美の大田駅からポスターを撤去した。イラストが差し替えられることとなった。セクハラである、不愉快だ、人権侵害だといった批判に対し、観光に来る気もないのに批判をするな、ケチをつけたいだけ、事情を知らない人が荒らすな、といった擁護意見が対立した。こうした論争を受けネット上では、ついフェミと多くのアニメファンの対立構造が、 激化しており、互いに攻撃し合う不毛な状況になっている。2018年10月、NHK の特設サイト、丸わかり、ノーベル賞2018に、日本における代表的な VTuber の絆愛が、出演。アイドルを模した服装に、大田稽子や佐藤慶らが、ツイッター上にて、性的に強調した描写、しつこく批判していかなければならないとツイートした。性の強調や、 愛づちの多さといった観点から批判を受けた。この論争を記事にした情報法制研究所の山本一郎はファンとフェミニストとの間で性的表現に対する隔たりが大きく線引きは無理。傷穴への起用は若者にノーベル賞を理解してもらうもので一種のゾーニングがされで不快だと感じる人が見ないで済むようにという配慮もあったが大田弁護士らが触れてしまったので NHK ともあろう、組織がという形で不幸な衝突が起きた。すべての人が納得する表現など、不可能という前提で言えば、大田弁護士や佐藤記者らの性表現批判や、受け入れている視聴者やネットユーザーの反論も、あくまで意見論評の枠内で応酬がある分には、大いに議論していきながら、バーチャルユーチューバーや萌えへの使われ方も含めて、社会的な需要のあり方を模索していき、 当面の落としどころが見えてくればいいのではないかと感じます。表現の自由をめぐる緊張は、この手の許容しがたい表現を社会がきちんと包摂し、多様性を維持するためには避けられない議論を呼ぶことになるでしょう。とコメントしている。この論争について、絆愛を運営していたアクティブ8株式、会社大阪府市代表取締役は、批判的な声に関しては有名になることで、 見られ方が変わったのだと気づかされましたね。と解雇している。一般社団法人ホワイトハンズ代表理事である、坂爪慎吾によると、と、プレジデントオンラインに寄稿した記事において説明している。本来フェミニズムは女性解放思想及びこの思想に基づく社会運動の総称である。しかしながら、一部の者からは、ついフェミに関しては、女尊男比を目指しているのではないか。 関わらない方が正解ではないかと否定的な意見も見られる。坂爪慎吾はさらに、ツイフェミのツイッターアカウント名には特徴があり、電車内で痴漢撲滅のシンボルである安全ピンや、苦闘のシンボルであるスニーカーや、ハイヒール、私がエビデンスという意味を示す、エビの絵文字などがアカウント名に併記されることが多いとする。そして、ツイフェミの中には、 女性差別に該当するとされる発言や表現について、SNS のタイムラインを常時監視しているアカウントが多数存在しており、そうしたユーザーたちによって火種が発見されると、ネット上で拡散や批判が爆発的に増加して、最終的に炎上にまで発展するという。また、逆詰は、ツイフェミについて、男が許せない、怒りを10段階に分けて分析を行った。 それぞれレベル1から10までで、死後の全体化、主観的な差別認定、被害者を名乗る、説明責任の免除、中立の否定、わら人形を叩き、ダブルスタンダードへの無自覚、対立に伴う暴力の肯定、対話の否定、男の存在自体が許せないといったものになっている。つフェミの攻撃対象については、女性差別に無自覚な男性やフェミニズムに理解を示す。 リベラル男子が挙げられているが、ツイフェミ化した中高年女性のアカウントの中には、フェミニズムや社会運動の世界で主流派になれなかった人が少なくなく、成功したフェミニストに対するコンプレックスや礼遇されている不満などから、ツイフェミは、フェミニズムやフェミニストを激しく攻撃すると述べている。ツイフェミの思想の源泉について、坂爪は、 日本キリスト教婦人教風会であるとして、北原実が教風会の設立を日本のフェミニズム史の原点として捉えたことや、教風会の思想と運動を起点とすることで、新しいフェミニズム史が切り開かれるという北原の宣言を参照しつつ、歴史的についフェミは、被害者、加害者に言論と感情論が優勢になる SNS 時代に復活した。 強風会2.0の影響を色濃く受けていると述べている。ありがとうございます。